途中に合ってないから、うん、思い出した。ことあ三味線の音だとするけどなんか違う、やっぱさ、うん、ちょっと触れる音がさ気になりますね、うん、隣の音とかが。まあね、確かにね、まあこれがどうしても思い切ってやってもいいと思うんですけど、響いちゃうんだよね、手の手が当たってよし、一回もう 2,3 回ちょっとチャレンジしてみて、はい、はい、感じすごい安定してきた。はい、ちょっと一回聞いてみましょう。よろしくお願いします。お願いします。ワン、ツー、シー、フォー、ツー、シー、フォー。うわ難しい、このちゃんと出すのは難しいですね。そうなのこっちか。大丈夫です、大丈夫です。三味線はいつぐらいから始めたんですか？2年ぐらい前ですかね、2年ちょっと前かな。2年ぐらい前に始めて、はい、今回ライブでやってみようと。そう、ちょっとライブで。で、しかも、弾きながら、夢だったんですもんね。夢だったんですよ。何回か挑戦したんですけど。はい。なかなか音が出なくて、はい、叶わず、いつも持ってるだけで結局歌しか歌ってないっていう。結局持ってるけど歌歌ってないけど。あ、でみんながそれだけかいって一斉に突っ込んだっていう、お笑いなライブが。あ、それはそれでいいと思いますけどね。そう、非常にいいですよ。そうなんです、うん、暴れてチューニングを一生懸命合わせたのに、うん、パッと降り立つ瞬間にバタッと倒れて、うん、で一応持ったら全然違う音だから、こう引くふりして、あ、引くふりをして最後だけジャンって違う音で鳴らして終わるみたいな、うん、それはオーケーは使ってたんですか？あ、それはあのオーケーでずっと流れてて、あ、流れてて、あ、じゃあなんとかね、ただの飾りだったんです、うん、あ、もうそこはみんな本当にずっと突っ込もうと思ってたみたいな、うん、最後、これだけかい、これだけかいってもいいなぁ。そのツッコミの声が束になって聞こえてきたら最高でしたね。みんなお客さんからね。そうツッコミで。そう、今回はちょっとね、せっかくだから、ねえ、少しぐらい鳴らしたいかな。そうですよ。今回のね、魂の鼓動はまさにちょっと和ロックをイメージした曲なので、こう、あやさん自ら、こう、三味線を弾きながら、やってみるというね。はい。ちょうどそれで、残り1ヶ月ですけれども、間に合いそうですかね。これ、他ないんですもんね。このフレーズだけ。このフレーズだけ。うん。大丈夫です。いけますね。大丈夫です。頑張ります。結構ね、本物の速さが早いので。早かったですね。ね。めちゃめちゃ早かった。めちゃめちゃ早いんで、まあ、皆さん本番楽しみにしててください。はい。お願いします。はい。